終わりグループ笹本です。今から消火転写プリンターを使用したオリジナルマグカップの作成方法について説明させていただきます。まず出力時の注意点は、一度転写紙に出力し転写機を利用してマグカップに転写しますので、データを反転させる必要があります。出力した転写紙をマグカップの転写したい面積に合わせて切り取ります。この時ご用意いただくマグカップは普通のマグカップではなく、転写用のマグカップを使用します。このマグカップは消火転写インクが定着するように表面にコーティングがなされております。通販などでお求めいただくことができます。また転写機も筒状のものに転写ができる専用の転写機を使用します。マグアップ以外にもシュガーポットや湯飲みなど消火転写用の商品が販売されているので、用途に応じてお求めください。今回はマスキングテープを使用しましたが、通常は専用の耐熱テープをご利用ください。転写の条件は熱が195度前後、転写時間は3分です。注意点としては、転写直後のマグカップは高温になっておりますので、やけどしないように注意してください。また、一気に熱を冷まそうとして水につけると、マグカップが収縮して割れてしまいますので、常温になるまでそのままで冷ましてください。完成です。